行くよ。ほら、こっちこっち。こっち行くよ。落ちるよ、この坂から。転がっていっちゃうよ。皆様お待たせいたしました。このスタッフの方がこの方がよろしくお願いいたします。こんばんは。今ご紹介いただきました岡田と申します。昨年に引き続きまして、スマートイルミネーション横浜、泉の、開催させていただくことになりましてありがとうございます。今年は、3人の、アーティストの方々に、参加をしていただきました。お一人は皆さん入り口出口でお配りしてすでにお持ちの方もいらっしゃいますけれども、柏村和美さんというアーティストによる、ランタンですね、ペットボトルを再利用した、ランタンです。でもう一つが、桜の木にたくさんたわわに、光の実が実っておりますが、こちらは高橋京太さんというアーティストの方です。昨年は1000個の光の実を、釣りましたけれども、今年はそれに加えて、もう1000個、合計2000個の光の実がなっております。こちらはこの泉区の、お子様方とご一緒に、作った光の実です。それぞれの木に、学校とか団体のお名前が、記載されていますので、ご自分の描いた笑顔が、見つけられるんじゃないかというふうに思います。ぜひ探していただけたらと思います。そして、今こちらにいらっしゃる、アーティストの井上慎太さんですけれども、彼は、この河原に不思議な、動物のような、ものを、制作し設置をしていただきました。その辺のお話を、ご本人からしていただきたいと思います。では井上さんよろしくお願いします。はい。皆さんこんばんは。ですね、京都から、おとつい参りましてですね、昨日動物をですね、この水辺のあたりに約70頭近くですね、実はもう全然わかんないところにも、動物が潜んでいます。で、後でですね、今日は動物の、泉区の子どもたちと動物の衣装であったりとか仮面であったりとかそういうものをワークショップしましたので、この後、ここで、壮大な音楽動物パレードが、行われますので、ぜひ、皆さん見てください。で、その後にですね、終わった後、私がちょっと動物どこにあるかというのはね、皆さん多分知りたいと思いますので、ナイトサファリツアーということで、僕が強力な懐中電灯を持ってですね、皆さんを引率して、動物探しをしたいと思いますので、ぜひともそれも、ご参加ください。はい。で、いいですか。あとですね、今日泉区、昨日からそうなんですけど、泉区の子どもたちと、ワークショップをしましたので、一言ちょっと言いたかったのは、僕横浜だの、横浜に来たので、どういうのかな、なんかこう怖い子どもたちがいそうな感じがしたんですけど、すごいね、なんていうの、擦れてないっていうかな、泉区の子どもたちが説明しててもどんどん近づいてきて、何してんのって形で、すごく愛くるしいというか、子どもたちに出会ってすごくね、感激しております。ぜひともまたこの動物、実はね、今日も終わったらこの動物は消えていなくなっちゃいますけど、また今後こう引き続きこの水辺の中でいろんな動物を、探していただければなと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。一つだけ申し上げますけど、先ほど来委員長等からご説明ありましたけども、この催しの趣旨がですね、省エネルギー技術を活用した、アーティストによる、ほのかなイルミネーションということです。これは世界中探しても横浜にしかない光のフェスティバルです。美しい小さな光を、楽しみながら、エネルギーのこととか生活のことを皆さんと一緒に考えたい、
子どもたちの未来について考えたい、そういう趣旨の催しですので、まあ楽しみながらお話し合いをいただけたらと思います。どうもありがとうございました。岡田様、井上様、ありがとうございました。この後17時より不思議な動物の仮面パレードを開催いたします。皆様から見て右手泉橋方向から登場いたしますのでご注目ください。本日は20時までスマートイルミネーション泉を開催しておりますので引き続きお楽しみください。なお光の実は12月9日水曜日まで展示しておりますのでお知らせいたします。